ノーマン・マクラレン・ノーマン・マクラレンは、カナダの実験映像、アニメーション作家、スコットランドのスターリング生まれ、画家を志して、グラスゴーの美術学校に入学、セルゲイ・エーゼンシテイニア・オスカー・フィッシンガーをはじめ、多くの優れた映画に出会う。とりわけ、実験的映像に興味を持ち、在学中にフィルムクラブを作り同時代の巨匠たちの、フィルムを見続けたほか、 フィルムにダイレクトペイントした作品を自主制作した。その時の作品がドキュメンタリー映画監督で映画評論家のジョン・グリアスンの目に留まり、イギリス郵便局の映画部に招かれる。その後、ロンドン、アメリカと拠点地を移動。グリアスンがカナダの国立映画制作庁、NFB の局長に就任すると彼の推薦により、 アニメーション部門の責任者となる。1930年代から1980年代までの50年間に約70作品を制作。200余りの国際賞を獲得している。ダイレクトペイント、マイクレス録音、ピクシレーション、カリグラフィ、立体アニメーション、多重録音映画など、数々の実験的手法を用いた映画を手掛けた。NFB の更新の指導にも尽力し、 NFB の作家主義、個人制作スタイルを牽引した。1967年、カナダのモントリオール万国博覧会の際、日本の立体アニメーション作家、高橋克夫の立体アニメーション映画、一寸帽子の試写会が NFB のマクラレンの下で行われた。一寸帽子を見た後、マクラレンは高橋に、どうしても解析したい、特撮場面があるのでフィルムを一週間預かりたい。 と申し入れた。高橋がこれを快楽すると、代わりに自分の特撮の秘密を教えるから、スタジオに遊びに来るように言い、高橋を自分のスタジオに招き入れて、お互いの技法についての種明かしや意見交換など楽しい会話を交わすこととなった。高橋は、マクラレンのスタジオで、カリグラフィのマシンや取り方を見せてもらい、マクラレンは一寸防止で使われている。 高橋公安のブレ技法の取り方を教わった。このモントリオール博覧会で、マクラレン監督やチェコのイジートルンカ監督の手掛けた、巨大で迫力のある映像展示に圧倒された高橋は、1970年の日本万国博覧会に向けて、マクラレンからの励ましの言葉を胸に奮起。日立グループ間における企画コンペに、インタラクティブ型映像展示を取り入れて起用された。 高橋の東京中央プロダクション、高橋勝夫著作権事務所には、マクラレン本人、スタジオ内の様子や、マークスレード部長、若手のスタッフ、マクラレンの元に集まっていたアニメーション作家たちと一緒に撮影された珍しいスナップ写真や記念写真などが貴重な資料として保管されている。ありがとうございます。